セプシスじゃなくてセプシス。かっこいい看護師になろう。出直し看護塾オンザウェブ。皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今日のかっこいいはですね、集中治療に強い人はかっこいいということで、集中治療室、いわゆる ICU って覚えることがたくさんありますが、そこでね、テキパキ働いてる人ってかっこよく見えますよね。そうなるために、今日はこういったものをご紹介します。ICU 実践ハンドブックということで、これはですね、ICU に必要な知識がですね、網羅的に書いてあります。結構分厚くて、なおかつ値段も6500円ということですから、決して安くはないんですけれども、何らかの本を買って放置、買って放置ということを繰り返すよりは、この本を買っていただいて、でなおかつ今日2番目にですね、本を読み込む人はかっこいいと書いてありますけれども、ぜひですね、この本を読み込んでいただく、心中するつもりで読んでいただくと、ICU に関する知識がどんどん積み上がっていくと思います。そして大事なことはですね、何かおかしいと思った場合には、違見をするということですね。なぜ違見が言えないのか、おかしいと思っているけれども口に出さないというのは、やはりこれは知識もしくは経験が足りない。ですから、こういった本を使って、どんどん知識を入れていただいて、知識をもとに経験を積み上げ、おかしいと思ったらば違見を言う。そういう看護師って絶対かっこいいと思うんですね。別にこの本を使えというわけではありませんけれども、個人的にこの本すごくよく書いてあると思いまして、例えば、敗血症の患者さんはですね、初期治療の目標というものが書いてあるんですけれども、これガイドラインで決まってるんですね。ですから、中心静脈活はここまで持っていきますよ。もしくは尿量はこれくらい欲しいですよ。もしくは静脈血の酸素飽和度、混合静脈血の酸素飽和度、これくらい欲しいということが決まってますので、医師がどこへ向かっているのかということを僕らが理解すれば、僕らも一緒に物事を考えていくことができますよね。ですので、そういうこともしっかり書いてありますし、ICU なので、という、コラムチックなところがあるんですけれども、そこはですね、結構個人的には好きです。避けるべき治療として低用量ドパミンって書いてあります。では今日の提案です。心中する本を見つけようということで、自分のお気に入りの本を見つけて、その本が分かるまで、ボロボロになるまで読み込むということですね。看護師のためになるものを作ることが、結果患者さんを支えることになる。出直し看護塾オンザウェブチャンネル登録よろしくお願いいたします。